ですかね。山田君のもすごいですけどね。<laughs> ブラピね。ブラピ。ど、ま、うしていただいております。三上さん。はい、質問行きましょうか。大丈夫ですか。監督が続編ではブラッドピット率いるニューヨーク市系ん？ ニューヨーク市系音楽隊と対決という構想をお話しされていましたが。安倍さんはどう思いましたか。<laughs> 私は見たいです。<laughs> そうです。ぶらぴが照れますね。<laughs> あ、そういうことですか。<laughs> <laughs> んなんか緊張しますよね。これね、内田監督に伺ったところ。三部作だと。三部作。部作まあ、今回まで移動時代音楽隊で、音楽隊として、結束高まって素晴らしい演奏ができた。 これパート2はですね山田貴之さん率いる警視庁音楽隊と対決するっていう <laughs> でパート3はついにブラピ率いるニューヨーク市,、えー、市警の音楽隊と対決するっていうそういう話でしたっけこれ皆さん見てみたいですかこれもうパート2パート3できたらほらそれは見てみたいですでももちろん続編のオファーがあったらこれは山田君のもすごいですけどね。<laughs> なんか ハピーまあそんな夢をねなんか抱いていきたいと思いますけどもしかしたらあるかもしれませんこれね <laughs> はい。